バリバッコイちゃん、もう外じゃん、もう寒くてもうメガネ曇っちゃうし、もうタカちゃん働いてよ。何や、ね、今日もほら、もう助けないと。また助けに行くの？もう助けて助けて、だからもう SOS タカちゃんだから本当本当に何またどこよ、ここはね、高さん、目黒ですよ、上目黒。目黒、はい、ジャクズレとかその辺でしょ。あ、そうです、ジャクズレの手前。蛇が崩れると書いてジャクズレ。油の麺と書いて油麺。この辺多いですからね、そういうのが。で高さん、はあ、今日またアラートラ、はあ、行っていただきたいと思います。アラートラ、はい、もう来ましたよ。まず読みますよ、はい、応募理由、はい、コローリア富士の隣の赤いお店で売り上げを上げたので、はあ、24歳のママを任せてもらいましたと、はあ、しかし24歳です。24歳、はいはい、しかしその後すぐコロナになり、はい、もう大好きな常連さんたちおろか新規も本当に誰も来なくなり、はあ、試行錯誤してる状態ですと、はあ、タカチャンネルズに来てほしい、はあ、とにかく困ってますと、はあ、な、何屋なのだから。これ何屋なんですか、これ。スナックみたいな。居酒屋？ルーディ？ルビー。ルビー。あーと言いますか。ルビー。はい。ただ24歳っていうから一人で店を任せられた途端コロナになって、っていうかダンカーかなんかさ言いたそうなんだけど。何何、いやいやいや、ダンカーが何、ちょっと待って、ちょっと待って、ダンカーか、ダンカーか、ちょっと待って、コロナ飛沫飛んじゃう、ダンカーバカ野郎。とりあえずもう誰も店に来ない状態なんで、開けるかどうかもわからなかったんで、はい、うちのスタッフが一応16時に予約だけは入れてます。はあ、ああ、ちょうど16時です、はい、ルビー、ルビー24歳、スナック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 、バー、バースナックなのかはよくわかりません。うわー、ここですよ、タカさん、この左側、これです、これ。あ、ここです、これです。来ます、ここですよ、ここですよ。じゃあもういき、いきなり行きますか。もういきなり行っちゃっていいんですか。行きますか。うわ、ちょっとこれ怖いな。ちょっともうここ通ってから見切れてる可能性ありますね。行きますか。もう突撃します。行きますか。行きますか、はい、え、何、え、カンナちゃん、カレン、カレン、カレン、信じられないぐらい重いらしいですけど。どうすんの、どうすんの、カレンちゃん。待って待って待って。どうも。ちょっと待って。え？うるさいでしょ。大事？え、メイクさせてください。今メイクしてたの。違う違う違う。え？え、嘘でしょ。私メール送った。やばすぎ。え？来たよ。待って。え？来たよ。今やばい、どうしよう。何で、眉毛だけ描かせてください。眉毛、眉毛らしいよ。だって4時にお客さんの予約入ってたでしょ。入ってた、はい、俺ら、はい、石橋さんですよ、予約入れたのは。笹川さん、はい、それはスタッフです。嘘でしょ。やばい、夢みたい。か
カレンちゃん。カレンちゃんですよね。友達連れてっていいって言ったの。え、友達？そうですよ。そうですよ。そうでしょ。笹川。はい。この人でしょ。はい。友達今日連れてきますって。友達です。友達の石橋さんです。え、これ YouTube 載る？うん。え、なんかどうなの？ください。眉毛と目の前でメイクだけしていいですか？大丈夫ですよ。大丈夫よ、そのまんまの綺麗ですよ。カレンちゃんで。なんて嬉しい。そう、じゃあ飲みましょう。みんなで飲みましょう。飲みは飲みに来たわけじゃないんだから。そうですよ、アラートなんだ。ちゃんとアラートなんだから。何しに来たんですか？助けに来たんじゃないですか。だって困ってたんでしょ。困ってるでしょ。そうですよね。とりあえず売り上げはどれぐらい変わりました？え、でも3分の1。あ、まあ、よかった。何食ってる？誰ですか、まず。こんにちは。こんにちは。誰ですか？もじもじくん。もじもじもじくんのおじいさんじゃないですよ。あれですよね、石橋さん。あれですよね、石橋さん。とりあえずほら座りましょう。マッコさん座りますよ。え、じゃあお酒かなんかお飲み物出したら。ちょっとまずは目、眉毛描いてもいいですか？眉毛どうして描きたいの？なんでいいの？大丈夫だよ。なに、大丈夫よ。え、もうちょっと可愛いんです。大丈夫、大丈夫。全部可愛いから。可愛い、可愛い。びっくりした？びっくりした。カレンちゃん、これってメールの返信来るんじゃないんですか？いや、もうメール出したが最後。あとは俺たちのチョイス。そうですよ。そうなんですか？気分次第で。読んでくれました？私の文章。読んでますよ、全部。いや、まず落ち着いてください。ねえ、とりあえず。なんか今から牛すじ煮込みも作ろうと思ったんですよ、眉毛を描いたって。え、しゃべりながら作ってもいい？いいですよ、いいですよ。え、待って、緊張する。面白い。ちょっと待って。ねえ、騙したな。アイドルの人って言ってたじゃん。これは本当です。それは本当？え、待って、夢みたいですよ。髪の毛も巻いてない。大丈夫ですよ。だって4時に来るって予約入れてたの。そうですよ。え、笹川さんだと思ってたから、笹川さんと飲みながらメイクしようと思ってたの。そんな接客あるって。飲みながらメイクする接客なんてないでしょうか、そんなの。って、お客さんと忙しいで最近って言いながら。何ですか、その接客。そういうスタイルです。石橋さん怒ってますよ、もう。そういうスタイルじゃダメでしょう、まず。用事でちゃんと。謝ってください。ごめんなさい。ごめんなさい。やばい、どうしよう。何をしてるの、あなたは。ちょっとネギとかも片付けます。ネギ？これからもう4時に普通お店スタンバってオープンしないとダメなんじゃないの？でも、だいたい予約制なんで、今日は7時ぐらいに人が来てくれるから、うん、その時のために。7時ってだって今時短だから。7時に来たら1時間しか。そうなの。そうなのじゃない。そうなの。そうなのじゃないのよ、カレンちゃん。カレンです。名刺渡しますか？カレンちゃんね、はい。大変なんでしょ？大変です。カレンちゃんは何？いや、1,2,3,4。雇われママなの？一応雇われママで、うん、でもこれから切り替わっても私が家賃とか払って赤字だったら給料ないみたいな感じにもなっていくかも、可能性がある。なんかテレビ見てるみたい。あれしません？実食ってやつ。実食？実食の前に物がないよ、食べる物が。遊びに来たんじゃないのよ、タカちゃんは。え、何しに来たんですか？あなた困ってるでしょ。カレンちゃんのお店がどんな感じでお客さんが来ないのか、何か改善することがあるなら。改善。ちゃんと。すごい愛されてるお店ではあるんですけど、新規の人が入ってこないっていう感じです。もう私の知り合いと近所の人で、もういいとこではある、いいとこでもあるんですけども、まあ、夜になるともっと入りにくい雰囲気で、フラってくる人はゼロです。まあ、ちょっと駅から遠いもんね。そう、住宅街、住宅街のど真ん中なんで。これ普通にもしお客さん入ってきてもいいですか？どうぞ。今日このお店のなんかおすすめ
食べてほしいものベスト3っていうのを出してこう俺が食べる、そうですよ、実食するっていう、出してください。今から作りますけどいいですか？いいですよ。今から時間かかりますよ。どのぐらい？1時間ぐらいかかりますよ。1時間何よ1時間だって牛すじ下処理とかもあるんで。牛すじ今から煮るの？はい。牛すじ今から煮たら1時間じゃ無理でしょう。無理かもしれないです。じゃあまずなんで16時に予約したお客さんに何を出そうとしたんですか？いつもは私の気まぐれなんでない時もあるんです、はい、本当の気まぐれじゃんかそれ本当にだからウーバーイーツしてとか実際本当のバーなんで本当はご飯あもしかして間違えました来るとこ。大変このお店出た。助けようと思ったらこっちがなんかちょっと助けてもらいたいぐらい今そう本当に何、ないの食べ物シンクロしちゃったじゃない今待ってご飯俺たちの方が死ぬな。いや死ぬね。あなんて分かんない。もう一回言ってくださいなんて言った。オッケーです。なんかどうしよう。ネギがある。うん、ネギを焼くとか。じゃあお願いします。ネギを焼く。じゃあお願いします。でもあこれこれ私がせ私が選択したお菓子をあのミックスしてるやつ。これとかそういうなんか日によってあったりなかったりするんです。やだやだ。何じゃあとりあえず出して1品目。あ、OK です、うん、何人食べますか？1人です。1人タカさんですから。マッコイさん、マッコイさんは食べない。大丈夫です。僕はあのこれはじゃあすいません、はい、カレンさん、はい、タカさんに1品目お願いします。こちらは乾き物のカレンスペシャルです。お待たせしました。俺乾き物とか大体食べない人なんだけど。どうしよう。もうこれ1品目なんですね。はい。カレンスペシャル。カレンスペシャル。ルビーの。ルビーのカレンスペシャル。でも本当に作ってはないけど私がなんか。チョイスしたっていうかおうおうおうセレクトしたやつをこうやって混ぜて私がおうおう。カレンちゃん大体どこの人なの？東京の人なの？石川県で生まれました。でギリシャのクォーターです。クォーター4分の1がギリシャ人入ってる。あちょっとそういう感じだよね。そうで眉毛も描いたらもっとそうだ。いいのよ、いいのよ、いいのよ。かわいい、かわいい。石川県なの？石川県です。いつ東京出てきたの？18歳の時なんで6年前。私今24歳でって感じです。汗かいてきた。え、何？水商売一筋？いやもうアパレルとかもしてたんですけど、うん、なんかあの、うん、玉袋筋太郎がやってるあのスナックの番組みたいになっちゃうのね。そうですね。そうなんかちょっとスナックっぽいかもしれない。ちょっとだけスナックっぽいかもしれないです。ここはねえもう最悪だ。メイクしてそれ待ってくれません？え、いや大丈夫です。綺麗ですよ。ここ綺麗よ。カレンちゃんいやだからすっぴんで普通出ませんよねこういうの。え、だってそれはそうじゃない。だってこっちだって言わないわよ。なんかそういうアポみたいなのがあるのかと思ってた。アポ取らないわよ、あなた。でも1週間ぐらいメールの返信があるかなって見てた、うんうん、それその話したっけ？してないでしょ？したっけ？友達だよ。もう友達でした。終始素敵なタメ口ありがとう本当に本当にしましたっけ？さっきからなんか素敵な食べ口ありがとうね。こちらこそ。いろいろ。もう一品目はこのあれなんでしょ。一応やりますけど。やった。ミックス？カレーミックスです。
これカレーミックス。カレーミックス。あとはあとすぐできるのはネギ焼き。ネギ焼き。あと2品目お願いします。ネギ焼きって。でも牛すじ煮込みのネギがなくなっちゃう。俺ちっちゃい時風邪ひいた時にお袋がネギ焼いてくれてガーゼに巻いてここにね。する以来のなんか今ネギ焼きって聞いた。ああなるほど。お母さんがね昔の人はそうやって直したんだから。でもなんかフライパン自分家に持って帰ってからお鍋に焼いてもいいですか、うん、お鍋に大丈夫なの。大丈夫ですよ。大丈夫なのね。元気にやってます。本当。じゃあ石橋さん、とりあえず1品目、はい、いかがでした。ミックススナック。いやもうミックスナッツって感じですね、はい、僕大体あんまりこう乾き物食べないんですよ。まあそうですよね、はい、見たことないですもん俺もあんまり乾き物って。はい。でもね楽しみだな2品目が。でもお料理は気まぐれで出すんだもんね。そうです。でも夏とかは毎日作ってました。何を作ったの夏は。だって忙しいからなくなるんで全部。メニューとかないないです。私がその日にいっぱい作っておばんざいみたいに、うん、並べるとここに並べてて出してました。はあ。その感じを見たかったね。見たかったよ。でも今ルビーとカレンちゃんに乾杯。乾杯。乾杯。ここ本みりんじゃんそれ。ありがとうございます。バイバイ。 OK、うん、じゃあ1品目は食べたから。あ、バイバイバイ。あー入れすぎちゃったね。やばいよ。あれって何してるの。目分量なの。そうです。いつももういいかな。いいですよ。もういっか。なんかスナックっていう感じになってきた。あーうわーなんかできた。なんかできたぞ。ちょっと味見していいですか。今味見どう。うん、おいしい。おいしい、うん、いやじゃあ高さん2品目できたみたいです。2品目、はい、すいません、カレンちゃん、はい、石橋さんに2品目お願いします。お待たせしました。おネギの甘辛焼きです。じゃーん。おお、すごいです。すごいわ。来ました。もう根底からこの企画を揺るがすような2品目お願いします。ネギの甘辛煮甘プラス。ネギです。味付けどうですか。味付け大丈夫よ。大丈夫。よかった。めっちゃ美味しいって。よかったじゃねえか。すごい。カレンちゃん。でもビールと合いそうですよね。ビールとね、ネギ焼きね。あ、なんか一味とかかけちゃっても良さそう。うんうんうん、かけます。自分のリアクションっていうか自分の気分で作るんだもんね。そうです。今日はこういう甘辛に気分だったんですか。そうですそうです。ネギのね。ネギの。時間もなかったしね。いやいや大丈夫ですよ、うん、じゃあこのコーナー3品ありますから、ね、もう1品勝負できますよ。もう1品は本当に言ってる。あおおおおある。出ました。カレンちゃんある？あります。おお、お料理上手だから。お料理上手だから。そうですよ。もうちょっと冷蔵庫とかそういうのにあるのに。そうですよ。だからもう言ってもカレンちゃん女の子なんだから。さすがだね。がっかりさせないよ。ね。なんか違うコーナーみたいになってそう。大丈夫大丈夫。石川県からやってきた。本当ですよ。能登のね花嫁ですよ。それ瀬戸でしょ？
都から。さすがタカちゃん。能登からギリシャの風に乗って。乗ってね。ね。ウィディフロイデデイジャー。ジュディオングね。女は海。聞いてないの？一生懸命やってんのタカちゃんが今。私も一生懸命やってるからちょっと待って。素敵だね。本当に終始タメ口ありがとう、うん。またネギも入りますけどいいですか？三品目。三品目。好きな男の腕の中でも違う男の夢を見る。はあ。はあ。私の中でお眠りなさい。聞いてねえのかよあんた一生懸命やってんの今大人が面白かった本当に お待たせしました。お3品目何ですか。冷ややっこタカさん3品目何でした。ネギの上に醤油をジャッとかけた今日は木綿豆腐になります。木綿豆腐ね、はい、こんなカレン3点盛りこれでもこういう日もあるってことでしょカレンちゃん。はい。じゃあ三品目お願いします。木綿豆腐のややかけウィズネギのバッと乗せ。豆腐よかったな。よかった。うん、豆腐だぞ。カレンちゃん、大丈夫これで。いけるの？いけます。コロナ開けても。いけます。いけるの？これで勝負？これで勝負します。本当？さすが。なんか言い残したことはない？タカさんに。また来てください。はい。じゃあ今から判定です。判定！カレンちゃんこっち見てください。では判定します。はい。目黒着崩れルビーさんの評価は。はい、お願いします。じゃん、ロックダウンあなたのお店はコロナが収束してもお客さんがいっぱい来るようになるまでかなり時間がかかります。石橋ちょっと小さめね普段より。これ頑張ってね。じゃあありがとうございます。これどこにかけとけばいいですか。嬉しい嬉しい来てくれて嬉しいけど、うん、頑張ります。頑張んないと。これはどのくらい出てますか。2枚。レアってことですかこのロックダウンは。2点目。2点目、うん、何中2点目ですか。8店舗中2点目かな。あ、ほぼ最下位ですよ。そうです。悪いですね、うん、どうですか今のお気持ちは。なんかこれをバネにもっとなんかちゃんとメイクもして料理もして、眉毛も描いて料理もちゃんとして、もっと下ごしらえとか全部、ね、終わらせて4時にオープンするっていうのをした方がいいなって思いました。そう、お客さんとお話ししながらメイクするなんてそんなダメよ。ダメですね。そういうの、なんていうの高さんに。ごめんなさいそうだね、頑張ん、頑張んないと。頑張るよって高さんに言いなさい。頑張るよまた来てね本当にまた来てね